花山芍薬が見頃を迎えているということで、学の堂山に登りに行きたいと思っています。紅花山芍薬は絶滅危惧種に指定されていて、花が咲いてから3日で散り始めるそうです。今日初めてそのお花を見るんですけど、想像するにこれぐらいの大きさのお花で、紅花っていう名前がついているけど、多分薄いピンク色をしているみたいです。学の堂山は3月に一度登っていって、あの麓に三俣の大群生地があって、そこからも登れるんですけど、今日は一番メジャーなルートで登りたいと思います。それでは行ってきます。光がすごい差してて綺麗な杉、そのためにもいいんやけど、うん、ほんまにこんなにスカスカしてんのあんまないよな。綺麗、めっちゃ綺麗な、めっちゃ綺麗や、わあ眩しい、あ眩しい、な触ってみた方がいいで、めっちゃ柔らかい、柔らかい、かわいい。じゃ急じゃない、全然伝わらへん、こんなに急やのに、これはあの芍薬ちゃんのためじゃないと頑張られへん。あ、鳥、いい声、めっちゃご機嫌やな。ここは本当かな、ここは杉平峠、杉平峠、あれ笹峠、笹峠もうちょっと先か、15分先やった、まだか、でも急登はここで終わった、とりあえずは、あ、いけた、いけた。おいしい、あ、な、何このシャッシャーっていうのがすごいいい感じじゃない、シャーってすごいな、シャーってなってる、え、めっちゃ気持ちいい、うん、すごい気持ちいい、高見、高見とんがってる、おー、ソニー高原も見える、見えた、うん、着きました、学の堂山、1021.4、あれやろ、あれなんなんやろうな、どこら辺に咲いてるんやろ、あ、この辺咲いてる、え、ここ、え、どこ、そこ、え、もう咲いてるの、あるやん、あ、こういう感じ、こういう、あ、あそこにもありそう、あ、ある、なんか点々と、あ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 る、ある、え、どうしよう、どうやったらいい、どうやって行ったらいい、どこ行ったらいい、え、あの子は、え、いい子、え、こういう感じなん、いや、あ、かわいい、かわいい、かわいい、思ってたよりちっちゃい、いや、綺麗、かわいい、これ以上開いたら咲きすぎ感ある、いや、ってこう、やっぱこれが満開ぐらいなんかな、大きめ、いっぱい花咲いてる、
ほら、今から。あ、ほんまや、つぼみもいっぱいあるんや。横から見る方が可愛いんかな。横から見る方が。ご飯を いつする？見に行きたいかもしれない。なんならこの辺でご飯スポット。ほんで、うん、なんこのチョボまでの水でいいんかな？チョボの、うん、真ん中っていうかさ、うん、真ん中ぐらいかな。でもまずコーン入れてからやんな。コーン忘れたんじゃん。そう、あ、ちょっと待って、あるはずやで。あ、よかった。袋入れてとくやな。これで足りるんかな。これ1個しかないねんけど。でも全部入れてん、うん。あ、ご飯を炊きます。いいね。焼き鳥よ。いいね。ちょっと少ない。どうしようもないし。ないしな。許してもらおう。いや、もっとさ、私は全面をコーンに埋もらしたかった、うんうんうん、ちょっとあれか、全面にもならなかったか。でも、いいことにしよう。全部入れて濃くなったら嫌やな。いけるかな。全部入れていいはず。測ってきたし、醤油小さじ 1.5 とお酒小さじ 2。お、あ、鬼山くん見しとかないにないやん。や、今隠れてた。今やん。鬼山くんここに置いとくか。そうやな。目立つとこに置いてもらわな。鉄がおるんでって。うん。ブンブン言うてる。言ってるやん。鬼山くん。鬼山やぞ。見せてる。行った。逃げてた。逃げてた。逃げてた。鬼山見せつけたった。鬼山やぞ。シルクさつまい。このチョボの真ん中からぐらい。1号ってそんなもん。それぐらい。いいんかな、真ん中まで入れちゃう。入れちゃうで。うん、チョボのまだしたいけどいい？チョボ、これもいいじゃん。いい？行ってみよっか。うん、マックした。え？いけるか。いける。うん。で、サラダ。次サラダ作ります。焼き鳥、焼きつつ食べつつやる。そうしよう。ず。私めっちゃ風しも。あのちゃんの方に言ってる。大丈夫。イブされる。あんまり焦げてますけどね。
美味しい。うん、あれ。トマトとアボカドのハニーマスタード和え用ソースやって、ハチミツ入り、マイルドな味わい。できたよ。え、言ってんじゃん、チリチリ言ってない？なんか言ってる、言ってる、言ってる、言ってたら熱いやろ。こうする。え、熱い？熱ない、大丈夫？熱い、熱い、熱い、ありがとうございます。これでいい？それでいいんじゃん。うん、多分もうそれでいいと思う。はい。はい。あ、ちちちちちちよいしょ。熱い。あ、大丈夫？やっぱあれがいる。それいる。それではオープンです。パッカーン。どう？ちょっとボコボコしてる。バター入れるわ。はい。完成。はい。出来上がり。で、混ぜ混ぜすんねんやな、結局。しよっか。はい。うん。べちゃべちゃや。そこ焦げ。中べちゃ。そんなこともあるよね。めっちゃかかった。めっちゃかけちゃった。はい、あ、ありがとう。食べよう。はい、美味しそう。いただきます。いただきます。ドローン、うん、ちょっと香ばしい感じ。あ、お米がいい感じ。香ばしさとしっとりと両方味わえる。めっちゃ硬いとこもすごい食感を楽しめる。ありがとうございました。また来年もお願いいたします。急やな。いい眺め、すごい。開けていい？食べていい？食べてよ。いただきます。いただきます。あ、まだシャリシャリ言ってる。うま、うん、うん、うん。あ、一番いい感じなんじゃん。ナタデココみたいなの入ってる。おいしい、うん。いや、でもミヨネも白ヤシを咲くんやな。へえ、来年はそれも行ってみようかな。どうやって開けるんこれ。え、出られへんとかあんの。そうやろ、そんなことないやんな。知恵の輪みたいな。知恵の輪。どうやってやったん、どうやってやったん。出られへんかと思った。すごい音鳴るな。あ、よかった、出れた。戻らなあかんかと思った。よじ登らなあかん。そこらへんから最悪、あれ、網越えて。あるみたいな。網めっちゃ隔離されてる。よかった、出れて。外れた。下山しました。紅花山シャクヤク。あの想像ではこれぐらいの大きさだと思ってたんですけど、実際はピンポン玉よりちょっと大きいぐらいの、思ってたより全然小さかったんですけど、すごい可愛く丸く咲いていて、なんか儚いお花な感じがしました。皆さんこのお花を目当てにこの時期は登られるみたいで、山頂は大変なにぎわいになっていました。
景色のいい木陰でゆっくり山ご飯もできたし、充実した一日になりました。もう4時前なので今日も気をつけて帰りたいと思います。それでは今日の動画はこれで終わりにします。ご視聴ありがとうございました。